タッカム。はいどうも、たっぷりカブタムシの時間です。今回はオオクワガタ族の強さに関する特徴を分析しましたので紹介していこうと思います。まずオオクワガタ族といっても、名前にオオクワガタってついているやつがオオクワガタ族くらいに思っている方が大半だと思いますので、軽く説明しますが、オオクワガタ族というと和名、日本語の名前でヒラタクワガタやコクワガタ、アカアシクワガタなどかなり広い範囲を示す言葉になります。なので今回は和名にオオクワガタと入っているクワガタ、正確にはオオクワガタ族の中のオオクワガタア族という種類について紹介しようと思います。こういった話をするとよく、アルキレスヒラタやダイオウヒラタもオオクワガタ族だって声も上がりますが、先ほど説明したア族という部類で見ると、アルキレスやダイオウはヒラタクワガタア族になるので、今回の枠からは外れます。詳しく知りたい方はウィキペディアで調べてみていただけたらと思います。はい、前置きが少し長くなりましたが、早速本題に入っていきましょう。今回はオオクワガタア族の特徴ですが、主にクワガタ相撲などで活躍することが多い国産オオクワガタ、グランディスオオクワガタ、アンタエウスオオクワガタの3種類を中心に見ていこうと思います。見ていく内容としては、僕たちがクワガタの強さを分析するために製作した専用測定器での測定値をもとに、どういった部分が特化しているのか、またそれらを踏まえてどう戦うのか、実際の戦闘を想定して相性のいい相手、悪い相手の解説、最後に戦闘動画もありますので最後まで見ていただけたらと思います。ではまず今回の主役のオオクワガタア族の基礎ステータスをご覧ください。はい、これだけ見てもちょっと何言ってるかわからない、ちょっと何言ってるかわからない、ちょっと何言ってるかわからないって方が多いと思いますので、説明すると、このステータス表はほとんどがグラム単位で表記していますが、参考程度にどのくらいの力かを紹介すると、だいたいこのくらいのものを押したり爪の力で持ち上げたりする力になります。学力に関しては挟む位置で発生する力が大きく変わるため、トルクという大顎を回転させる元々の力と大顎の先端と付け根でどのくらいの力が発生するかを算出しています。僕たちは基本的にシークレコードという日本のギネス記録を基準にクワガタの体長を揃えて比較しているので、体長がおおよそ同じくらいになっていますが、このステータスを見るとこの3種にはそこまで大きな差はありません。しかしよく見るとグランディスは大顎が短く体格があるので、押し合う力が他の2種よりも強い傾向があり、国産オオクワガタはその逆で押し力はやや劣っています。爪でしがみつく力、走力や挟む力、学力は体格差があってもそこまで変化はありませんが、この押し力が戦闘能力には大きく影響するので、体格による差は大きいかもしれません。そしてリーチや大顎の形状による差も強さに直結する大事な要素なのですが、これに関しては国産オオクワガタが圧倒的に有利な形状をしています。この理由は後ほど詳しく解説しようと思います。はい、それでは、おおよそオオクワガタア族の能力値が分かったところで、このオオクワガタア族が他の種族と比べてどうなのかを見ていきます。はい、他の種族とは結構能力値が異なるのが分かると思います。こうして見るとオオクワガタア族は体格がそこまで大きくならないので、最強クラスからは少し落ちますが、それでも平均値を上回る能力を持っています。学力はそこまで強いわけではないのが分かります。そうは言っても挟まれたらかなり痛いですが、それは大顎の先端が鋭く力が集中するのと、大顎が他のクワガタに比べて短いためになります。押し力は他の種族と比較してもかなり強い部類だと思います。今回はタラングスが大型の個体のため
強くなっていますが、 80% で揃えていれば、おそらく最強クラスだと思います。実際に今までいろんなクワガタの戦いを見てきましたが、体格が同等であればオオクワガタアゾクが押し負けるのはスマトラオオヒラタなどの、押し力が強い一部のクワガタくらいで、大抵の相手なら押し負けることはありませんでした。そして総力は意外に弱いという結果になりました。オオクワガタアゾクは体節や経節の筋力は発達していますが、爪でしがみつく力は他の種族よりも弱い傾向がありました。これは自然界での生態が関係していると思うのですが、オオクワガタやヒラタクワガタは木のウロに住みつく習性があり、外敵を押し出したり狭いウロの中に入り込むために、押す力が強くなり、逆にノコギリやミヤマのように木の枝などにしがみつくことが少ないので、しがみつく力は弱くなった可能性があります。ここに関しては絶対とは言えないので、詳しい方はコメントしていただけると助かります。そして強さに関する特徴として見落としてはいけない項目として、体重があります。このオオクワガタ族、実は体重が他の種族に比べてかなり重いクワガタになります。今回は体長が違うので分かりにくい部分もありますが、体長や体格を揃えた場合だとミヤマやノコギリはもちろん、大ヒラタよりも重くなります。これはおそらく寿命が他の種族よりも長いというのが関係しているのだと思いますが、もしクワガタを体重で階級分けした場合は、体長が他のクワガタよりも小さくなってしまい、かなり不利になることが予想できます。そして次にオオクワガタアゾクの戦い方、戦闘スタイルについて詳しく解説しますが、オオクワガタアゾクは戦う時に姿勢を低くして相手の下に潜り込み、足を取って押し切るという戦い方をします。これは同じオオクワガタ族のヒラタクワガタも同様ですが、ヒラタクワガタとは決定的に違う部分があります。それが大顎の形状で、ヒラタクワガタは大顎が緩やかに下方向に湾曲していて、オオクワガタは大顎が直線的で内視が若干上に向いています。これによって上下組上になった時の押し合いに差が出てきます。ヒラタクワガタ以外にも言えることですが、上下組上になった場合、ほとんどのクワガタは頭部を下に向けるので本来の力を 100% 発揮するのが難しくなります。しかしオオクワガタアゾクは大顎の形状的に頭部がまっすぐな状態で力を発揮しやすいという強みがあります。またオオクワガタアゾクの大顎は組み合う時に相手の大顎を挟むことができ、その状態で相手をグイグイ押すので相手は力が入りにくく、一方的に押すことができます。決定打にはなりにくいですが、相手を過度に追い詰めればそのまま落とすこともできるので、オオクワガタアゾクの持つ一つの武器になります。はい、ということで今回はオオクワガタアゾクの強さに関する動画でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。